ガエタのコンプリは、イタリア出身のカトリックの神父で宣教師、教育者、著作家、聖、ムクロヌの研究家。サレジオ会主である。1930年3月17日、イタリアのベローナで生まれる。幼い頃から聖職者になりたいと思っていた。1941年、11歳の時に、トリノにあるサレジオ会の昇進学校に入り、 1945年8月15日にサレジオ会の修練者になる。1946年8月16日、16歳で修道誓願を建てサレジオ会員となる。1952年22歳でサレジオ大学哲学部修士課程を修了する。1955年4月2日、25歳で宣教師として来日。横浜港に上陸した。 1958年3月9日に、カトリック、下井草教会にて28歳で司祭に除会される。上智大学大学院進学部修士課程の修了後、1958年3月31日から、サレジオ短期大学、調布サレジオ進学院にて、哲学、進学講師を務める。1962年に、大分県にある中津丼ボスコ、学園修道院院長、 施設内校長、養護施設長に任命される。1968年に、育英工業高等専門学校の倫理、宗教の教授。1971年から16年間、サレチオ学院中学校、高等学校校長を務める。1987年に、ドンボスコ教育研究所所長。1992年、宮崎県にある、 日向学院の理事長と修道院委員長に任命される。同年にテレビ版心の灯火に出演。1996年にはカトリック下育作協会の主任司祭2000年から2020年3月まで調布されじ新学院の千抹資料館館長を務めた。2008年3月9日、被災除外50周年を迎えた。 チマッティ資料館館長として、孫者、ヴィンチェンツォ・チマッティ神父が副者、副社、聖人として、バチカンに認定されるよう運動を行った。1950年、トリノで聖、ムクロヌノの国際会議が開かれ、サレジオ大学で聖、ムクロヌノの実物王写真を展示したジュゼッペ・エンリエの講演会が行われた。この講演を聞いたことが、きっかけとなり、 キリストの遺体を包んだ布とされている聖ムクロヌノの研究に関わるようになる。1955年の来日直後に、聖ムクロヌノの最初の講演を行っている。全国で講演、展示会を開き、多くの本を表し、日本における聖ムクロヌノ研究の第一人者と言われている。日本テレビのテレビ番組、心の灯火で、月1回、2年間にわたり、 聖書を紹介した日本放送協会制作の聖ムクロネの特集番組にも出演している。ありがとうございます。